接続状態は非常に良好です。よかったわ。こんな重大な放送の電波が悪かったら本当に申し訳ない。まあ重大な放送でもないか。重大な放送っすね。重大な放送なのかな。ハードル上げるの、ハードル上げるのもよくないです。うん、8時まで待ちましょう。じゃあちょっと待機人数で重大さを感じるけどね。そうっすよね。怖いっすよね。あ、8時になった。じゃあ始めましょうか。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、ゆるくです。岩尾です。よろしくお願いします。お願いします。今日はあのケン君ホストじゃなくて僕がホストということで、まあ一応あのトークアバウトプレイヤーズなのでケン君のプレイヤーとしてのエトセトラを聞こうと思うんですけど、まあシーズン佳境なので、僕もケン君に、まあケン君のプレイヤーとしての、だけじゃなくていろいろ聞きたいことがあるので、今日はその辺をせっかくなので聞きたいなと思って、まあ悩んだ挙句やることにしました。はい、ありがとうございます、お忙しい時期に。いや、こちらこそ。ということで早速、どうせすぐ1時間経っちゃうのでどんどん聞いていこうと思うんですけど、ね、やろうやろう。じゃあ早速もうアイスブレイクもいらんでしょなしで。どうでしたかこの東南戦は。いやー、見てました僕は90分間。おお、90分サッカー見れる子だったっけ、あなた。久しぶりに見ました。見た。はい、なかなか J リーグの試合も見る機会がないんですけど、うん、練習帰ってきて、うん、さすがに見ました。いや、ありがとうございます。はい、応援してました、ツイッターで徳島ファンの皆さんと一緒に。うん、もうでもああいうのがこう血となり肉となりっていう風になっていくんだろうなっていうタフな試合だったよね。見てても、うん、緊張感やっぱ伝わってきますね。うん、本当にあの他の試合が緊張してないとかそういうわけではないんですけど、うん、なんか特別感のある試合っていうのは見応えあるなと思いました。うん、やっててどうでした？うん、なんか俺自身はやっぱ結構落ち着いて入れて、まあ、もっとこう2年前の方が雰囲気結構あの2回目が1回、あ、2年前が1回目だったら俺も1周目みたいなとこあったから、うん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 、やっぱこうそこに少なからず面食らったというか、ね、うん、固くなっちゃった部分はあったけど、入れ替え戦の時ね、そう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 、はい、それがあったからまあ今回の方が落ち着いてたかなっていう個人的に、ね、ちょっとこう景色が重なる感じはあったんですか？場所も一緒でこう相手も一緒で。あ、いや、ないかな、それは。今回は J1 のこう一試合として、うん、そうそう。別にこう、胸を借りるとかそういうわけでもなく、しっかりこう湘南に向かっていけたって感じなんですか？うん、うん、そうだね。まあでも、まあ、オリベイラ選手のね、こともあったので、うんうんうん、やっぱりそういったこう、敬意を払って、うんうんうん、あの、そういう意味で胸を借りるっていう、うんうんうん、ところはあったけど、うんうんうん、それ以外のところで自分たちのサッカーをするっていうところに関しては、うん、まあ状況とか環境とかにあんまりこう、なんていうんだろう、触れることなく、ピッチの中はかなり、みんなが見てるほど、なんていうんだろうな、シリアスな感じではなかったかなって、うんうん、やってる俺はね。なんか、面白かっただから。シリアスになってもおかしくないぐらいの、また湘南かよみたいな感じで、一サポーターとしてすごい、あの、また立ちはだかるの湘南かみたいな。うん、で、まあ、落としてたら、まあ、そうだね。A2降格みたいな話もあったと思うんですけど、うん、結構この重要な場面でこう湘南とやることに、変な、そういう気負いとかなかったってことですね、じゃあ。ああ、なかったね。まあに、そのプレーオフの時って、やっぱメンバーもお互い違うし。うんうん、まあ、俺らも違うし、あの、関係ない選手は関係ないから、やっぱ俺らの中でもね。確かに確かに、うん、徳島の歴史にこう
乗ってる選手もいれば。そう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 。今は今だから、やっぱり、まあ冷静にこう、今日何が起きるかっていうのをちゃんと試合をやりながら感じて、見て、うん、で、どうするかって決めるっていうところに、すごいフォーカスできてたから、めちゃくちゃ、まあ楽しいというか、面白かったね、やってて。なんか面白そう、なんか、サッカーメディアの方みたいな聞き方しますけど、結構こう、普通なペースじゃないですけど、なんかこう、ストレスなくこう試合展開、うん、展開できてるなっていう感じがあって、うんうんうん、ケン君とかも結構ひょうひょうとやってて、うん、なんかこうファールもらって痛くもないのにこう痛そうな素振りしてみたりとか、うん、ああいうの見てて結構こうひょうひょうとやってるなって感じたんですけど、なんかその辺はいいメンタリティだったんですね。じゃあそうだね、かなり良かったかな。何がよかった、うん、何がそうさせたんですか、何が良くさせたんですか。なんて言えばいいんだろうな、何がそうさせたか。うん。なんか難しくないですか、そういうメンタリティになるの。うん。なんだろうな。変に抗わないのは意識してるかな。そういう自分たちにかかってるプレッシャーとか、例えば2年前の記憶とか。うん、そうっすね。それが一番今回は。うん。ああいう、そういうなんか、何、負けたらとか、なんかそういう、いろんなものがあるけど、そういうものにこう、あんまりこう、なんていうんだろう、執着しないというか、うん、っていうのは、直前に読んでた本で得たかな。おぉ、ギリギリ、危ない危ない。ギリギリ間に合った、いい、あの、落としどころあった。移動で読んでたんだけど。面白い本。別に今回こう湘南に勝ちましたおめでとう放送にするつもりは全くないですけど、はい、もうちょっとこう掘り下げると、はい、まあ、ケン君がそういう心持ちでも周りの選手は結構こうプレッシャー感じたりとか、うん、っていう可能性もあるというか、まあ、うんうんうん、そうじゃないですか、うんうん、っていう時になんか周りへの働きかけとかは意識してることあったんですか。あ、でもそれはしたかな。やっぱりこう状況、こういう状況になると、まあ今、うん、ここ2試合に関してはすごくこう、なんて言うんだろうな、チームがなんか大人になったというか、うん、なんかこう一つ霧が晴れたというか、うんうんうん、そういう感覚あって、でももうちょっと前の、うん、3試合前、4試合前、5試合前とかは結構ね、みんな焦ってたんじゃないかなっていうのが、はい、プレーに散見されて、で俺神戸戦出れなかったから、ちょっと、あの、コンディションのところで。で、まあ、あれ一つ大きかったのかもしれない。なるほど。自分が客観的に慣れて、やりながらこう、あんまりいいリズムじゃないなっていう、そういうゲームをしてるなっていう感覚はあって、でもなんかこう、言葉で解決しえないな、これは。状況がそうさせてるなっていうところも感じていて、これ何なんだろう、どうしようかなみたいなこう考えてたときに、まあちょっとこう出れなくなっちゃったから、それはそれでまあ客観的に神戸戦を見れたりとか、その次の週のトレーニングマッチもまあ見れて、なんか自分の中で整理ついたというか、あ、これはなんか、急いでる、生き急いでるなっていうチームが、うん、早くこう残留っていうゴールテープを切りたがっているように、うん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 、見えちゃって、でもそのペースで走ると多分テープまで届かないんだよねっていうのをなんか思ってたのよね。なるほど、うん、やっぱ俺たちは俺たちのペースでやっぱり走らないとそのゴールテープには多分たどり着けない、むしろ遠ざかる可能性すらある、うんうん、なんかそれは感じ取れたんだよね、うん、見てるときに。で自分が実際じゃあピッチに戻って少しこう練習等を含めて、いやいや、まあ気持ちはわかるけど、もう少しこう、なんていうんだろうな、しかるべき時を待とうよみたいな。サッカーってその単純じゃないから、相手もそうさせてくれないし、でも自分たちはこうスタイルとしてボールを持つっていうところをコンセプトに掲げてるから、幸いなことに。だから、行くか行かないかを自分たちで決められると。うんうんうん、確かに。例えば。そこを行って、なんとかなれっていう選択も一つだし、まあ本当にそれがなんとかなっちゃう時もあるから、サッカーって。だから別にそれは正解か正解じゃないかっていうよりは、らしいからしくないかに関してはもっとちゃんと分けた方がいいなっていうのはあって、
まあ、そこで選手に対してはって言ったことは特にないんだけど、でもプレーの中で、ちょっとこう、今待てみたいな、コントロールして試してみたりとか、まあ、その時にこう、待った選手がどういう感じなのかな。なんかやっぱこう、いや、もう今の生かしてよみたいな感じなのか、意外とそれはそれでこう、チームノンストレスでボール動かせるのか、みたいな、そういう試行錯誤は結構あったね、この短い期間の中に。いやなんか、本当にこう、まあ、サッカーだと、なんていうんですかね、言葉で伝えることも大事ですけど、なんかそのプレーで伝えること、マジ大事だなって本当に思います。なんか、もちろん、試合中にこう叫んだりとか、伝えたりとかするのも大事なんですけど、一個のなんかプレーとかで、こう、なんか伝わるメッセージもすごい多いなっていうふうに思うんで、確かに、本当っすね。いやあ、あとゴールテープの例え、いい例えですね。思いついたときどう思いました？ 気持ちいいかもしれないと思って いや、でも本当、そうっすよね。なんか、いや、変な話、こう、このままのペースで走ってても、自分たちのペース崩さずに走ってても、もしかしたら、こう、ゴールまでたどり着けない可能性があるとしても、急いだとしても、もっとこう、なんか、それこそ遠ざかるというか、死に近づくみたいな感じとか、めちゃくちゃ、わかります。あるよね、その感じ。なるほどな。でも、そうっすよね。でもなんか徳島のゲーム見てて、なんか、ボールつなぎつつも、こう、なんか、やばくなったら、早めにな、前に長いボール入れたりとか、あの辺のこう、取捨選択が結構、意思決定早いなって思ったんですけど、とか、まあ、戦術に関わらない範囲で、なんかどういう感じの取り決めになってるんですか？なんか、ディフェンスとかがもうちょっとこう、フォワードに対して持ち運んでいったりとか、なんかこう、そういうのをやるのかなと思ってみてたんですけど、結構なんか、勝ちに行く上でのこう、サッカーをしているなって感じました。そうだね。ここはなんか結構難しいところで、スタイルだけを追求すれば、多分ちょっともう少し持ち運んだりとか、相手に向かっていって、ズレを作ってっていうプレーも、多分シーズンのどこかで必要なタイミングが必ずあるんだけど、攻撃してるときは守備のことも考えなきゃいけないから、取られるっていうことがあるから。だからそこのリスクと、まあ、プレーのこう成功確率というか、をやっぱちゃんとこう対比させないと、裏表を考えないと、一つのミスでやっぱこうカウンターでね、まあ、湘南もすごい鋭いカウンターはもい、J1 特あに。るし、やっぱそこで一個刺されちゃうから、だからそこの慎重さはあるよね、正直。スタイルだからといって、リスク顧みずに90分間プレイし続けると、結局そのリスクの方があだとなって、カそうっウンす。ターでポンポン取られて、いやでも俺らスタイル貫いたんで、だと、それはそれでちょっと違う。そこのバランスがだから今、結構難しいじゃん、こういう状況って。やっぱその中でこう、特にセンターバックの選手って常にリスク抱えてるけど、まあ上福元キーパーもそうだけど、そのギリギリのなんかこう判断を、まあ冷静にこうやれてる、割と落ち着いてやれてるっていうのは、頼もしさはあるよね、そこにはね。いや、本当にもう見ててゲロ吐きそうになりますもん、もうビルドアップ。ああいうかかった試合のこう、後ろの選手のビルドアップとか見てると、もうなんか人事には思えないというか、あれがなんかこう、特にこう、まあ序盤、シーズン序盤とかならこう、本当そうに、だね。ケンコもおっしゃった通り、こう自分たちのスタイルを作る上で、ちょっとこう失敗しても、なんかチャレンジした方が良かったりとか、まあ、勝ち点の計算とかまだ始まってなければ、なんかこう、やってみるっていうのも手だと思うんですけど、今って明確にこう、自分のワンプレーで、例えば降格決まるとか、そういうことが起こりうるわけじゃないですか。っていう中で、そのスタイルの共存とか、その裏表計算した上で、いや、ここはリスクを負って繋いだ方がいいみたいな判断とか、まあ、ケン君も多分、そういう、まあ、ジャッジを問われる場面あるわけじゃないですか、後ろの方で受けに行く人とか。いや、本当もう、ゲロ吐きそうだなって。そこの帳尻合わせはでも本当に難しいと思う。こういうつなぐサッカーをするなら、ね、するときに、このシチュエーションは。
すごいその帳尻合わせ難しくて、リスク取らないって考えれば、相手そんな来てないけど、リスク取りたくないから、自分のところでやっぱりその失点をとか考え出すと、相手来てないけど来てるように感じちゃって、ボール前に蹴るみたいなのも、往々にしてあるし、はいはい、でも俺は言われたからコンセプトの通り貫きますって言って、ちょっと無理に突っかけて、みたいな方も取れ、できるし、できるとか、はい、そういうことが起こり得るし、でもそうじゃなくて、その時の、そのちょうど間、うん、来てるけど、リスクを感じないプレーの選択ができる、やばいって思わないみたいな、その一番なんかこう、一番狭いエリアを、わかります。プレーできてるからこそ、うん、徳島らしいサッカーだったっていうものが、ここの今の痺れる状況でできてるっていうのは、うんうん、いや、本当すごい。本当すごい。すごいことだと思うよ、俺も。なんか、マジでなんかこう、メンタルの世界じゃないですか。なんかその、僕もそのディフェンスの選手なんで、なんとなくわかるんですけど、なんかこう、細いそのところをこう、踏めてるときと、全然踏めてないときあるじゃないですか、うん、試合中に、うんうん。あ、ここだなって思いながらこう、なんか一歩一歩こう踏みしめて90分間終わるときと、うん、なんか全然見当違いのなんかスカスカのとこ踏んでなんか来てないのに蹴ったりとか来てるのに繋いだりとか、それがなんかこう、うん、なんか細いところをこうみんなこうちゃんとグッグッてこう歩きながら生きてるんだなっていうのは、もちろんあの選手によってばらつきとか時間帯によってばらつきあると思うんですけど、うん、もちろんミスもあるから、その、はい、そういうなんか感覚がある状態なのかなっていうのは、うん、まあ、ちょっと湘南戦しかフルでは見てないんですけど、うん、まあ、ちょっと早いな蹴るのって思う時もあるんですけど、まあ、もちろんかかった試合なんで、うんうん、いやあれはまあなんか醍醐味だなと。そうだね、はい、うん、ありがとうございます。いや、それだけちょっと本当に聞いてみたかったところです、僕のビルドアップ。本当に辛いじゃないですかあれ、うん、いやいいっすね。どうですか、なんかここ数試合でこう、いわゆるその、かかった試合みたいなものが続いてますけど、うん、一プレイヤーとしては、まあ、今話にも出てきましたけど、なんか、どんな心境で、どんななんか経験になって、ケン君のサッカーキャリアにこう、積まれていってるのかなって、どんな感じなんですか？どうなのかな。基本的にはやっぱり、あんまり変わらないけどね。うん、毎年そのいいチームになれば自分も、まあ、チームメイトに助けてもらえるって信じてるし、うんうんうん、でもいい個人なだけではチームメイトに助けてもらえるかは分からない、うん、からやっぱいいチームっていうものを一番優先に考えて、うんうん、いろいろこうやったりやんなかったりすることでどうなんだろうっていうのを繰り返してるから、まあ J1 っていうステージだけど、まあだからこそ少しこう、結果も出なかったりとか、さっき言ったように、あの、序盤とか中盤はね、やっぱ信じられないようなミスも実は起きてるし、はい、うん。でもそういう中でも、なんて言うんだろうな、さじ投げないで、チャレンジ続ける。し、なんかミスしたやつが悪いっていう片付け方じゃなくて、うん、どうやったらそれをじゃあなくしていけるかとか、どうやったらこの今いるキャラクターで、あの、J1 の猛者たちと渡り合うのかっていうのを、うん、戦術的にもそうだし、組織的にもそうだし、かそういうのをちゃんとこう問い続けてくると、うん、まあいい方向に行くのかなと。まあ、壊れたりはしないのかなっていう、うんうんうん、そういう学びはだから毎年あるかな、うんうん、なるほど。なんか今年はもう監督も変わったし、はいはいはい、より一層そこの難しさはちょっと変数増えたから、うんうんうん、そういう意味での難しさもね、多分にあったから、うん、なかなかあのこの時間では話しきれないけど誰か記事書いてくんないかなってプレイヤーとしてはこう、まあ、J2 が長かったじゃないですか、これまで、まあ、僕も J2 で一緒にやらせてもらったりとか、こう J1 でやってみて、うんまあ、別に1年振り返るタイミングではないんですけど、う
なんかせっかくなんでシーズン中にこう感じてることとして G1 でやってみて、うん、プレイヤーとしてはケン君がなんかどういうことを思ってるのかとかどうですか。いやでもまだまだなんか成長したいなっていうのは思わせてくれるというか、そういうのをこう気づかさせてくれるようにね。それ J2 でも気づかさせてくれるんだけど、でもやっぱりこう選手のこう色味もやっぱり違うし、それぞれにこう多分目標だったりとか、うんうん、なりたい自分が多分他の選手たちも必ずあるわけで、だからこそ、まあ、ACL とかさ、そのもう少しこうアジア級の大会に目指すっていうのもあるし、うんうん、日本代表っていうのもあるし、タイトルっていうのもあるし、またクラブの文化とかね、歴史を守るためにこうやらなきゃいけないっていう。より J1 のクラブの方がこう、うん、やれオリジナルテンガーとか、そうそうそう、いろいろありますもんね。もちろん J2 のクラブも歴史はあるんですけど、そうそう、どちらかというとこう、まあ、J2 のクラブの方が新しいクラブが多くて、うん、向かっていく感じでこう統一されてますけど、うん、J1 のクラブの方がこう文脈がいろいろあって、そうだね、うん、なんか守り方とか、その歴史の守り方とか、うん、そういうのが違う感じは確かにしますね。すごいある。そういう人たちとこう対峙すると、うん、あ、なんかまだまだだなっていうのを思わされる、うん、一方で、うん、J2 で自分が200試合以上かな、多分経験させてもらって、なんかこうこれは J1 でどうなんだろうっていう試せる部分というか、うん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 、テストできる部分とか、そういうのも結構俺の中ではこう答え合わせとしては、うん、いい点取れてんじゃねえ俺みたいな時もあるし、そういう楽しさもあるし、そこはなんかより自分はこう自信に変えられるじゃん、うんうんうん、なんか J2 だからなりのこうサッカーをしたっていうより、自分のこのプレーがどこにつながっていくのかっていうところをちゃんとこう試せて、うん、かつ、うん、あの成功したり失敗したりするけど、割とこういいあの方に転がってることもあるから、うんうん、これはさらに磨いたらもっと面白いんじゃないかなっていうのも感じるし、うんうん、戦術的なところもやっぱり経験が本当に豊富な選手多いし、まあ、それこそね、日本代表で活躍してる選手結構日本戻ってきたりとか、まあ、J リーグで本当に400試合、300試合、400試合平気で出て、なんかスコア見たら80何点取ってるとか、あんま見ない確かにメンバー表の、ね、数字とかさ、並んでたりすると、あの、うん、試合前に出てくる紙の、そう、試合前の紙の、現所属とあの出場数とか、そうそうそう、280分の。85とかわかるでしょ。わかります。あの紙っすね。得点みたいな。そう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 。なんかそういう人たちを相手に、こうなんていうんだろうな。そういう人たちをこう戦術的に引っ張り出してここ開けてとかを考えて、うんうんうん、なんかやれる楽しさはあるよね。なるほど。うん。なるほど。確かにな。いいっすね。なんかチーム作りのところで言うと。うん、まあ、J2 ではある意味、まあ、結果を出して、うん、まあ、ケン君だけが作ったわけじゃないですけど、徳島とかチームが J1 に上がったわけじゃないですか、うん、でそのやり方を、まあ、さっき答え合わせっていう表現使いましたけど、なんか改めてこう J1 でも通用するのかっていう答え合わせを、うん、まあ、勝ち点どうのとか、あの順位がどうのとかっていうことじゃなくて、ケン君の手応え的に、うん、なんかその徳島っていうチームとかクラブのなんかこうここまで組み立ててきたものとかって J1 で、まあ他のクラブと比較してでもいいですし、なんか手応えとしてはどうなんですか。うん、まあ、まず大前提、伊豆の言ったように俺一人で何かをしてきたってことは全くなくて、うんうん、本当に周りの選手たちがどういうふうに振る舞ったりとか、うん、まあ、どういう人間性かとか、まあ、簡単に言うと人の話を聞ける人なのか聞けない人なのかとかいろんなタイプの人がやっぱいるから、そういう人たちに助けられた中で一定のこう成果が、まあ、出てるといえば出てるし、まだ出てないといえば出てないし、うんうん、なんだけど、うん、でも少なくともなんか俺にできるのは、この何年も前にね、自分がこう無力だと感じたその日から自分にできることは、なんかこう自分がすごいことをするとか、なんて言うんだろうな、俺のおかげでこうなったとか、そういうことではなくて、
選択する余地はみんな持つべき、うんうん、でいい時って何もしなくてもいいから、それこそ何もしないんだけど、うん、やっぱり悪い時って選択肢がないとどうしても個人の価値観に帰結しちゃったりとか、確かに落としどころなくて、うん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 、一人はなんか好き放題ハッピーにやってるけど裏側で違う人はいやもうなんかもうええわお前のやり方でやるならみたいな、なんかそういう分かれ方を思考思考という価値観の分かれ方をしちゃうじゃん、選択肢がないと、うん、だからそこに対してはやっぱりこうこういう選択もあるしこういう選択もあるしとか、まあ、今こういうことが起きててこれってなんで起きてるかって、多分ここはこうでこうなっててこういうことが起きてるんだけど、俺らがこの状況でできる選択肢ってこれとこれとこれがあって、うんうん、チームとしてチームとしてで、それってなんか今の俺らのこのメンバーだとどう感じるみたいな、どれがいいかなみたいな、うんうんうん、そういう話をできるようになったっていうのは、まあそのなんていうのチームっていうものを語る上では、すごく俺は重要な、うん、タスクを担えてるんじゃないかなっていうのはある、うんうん、でも決めるのは俺じゃないから、うんうんうん、俺だけではないから、うん、まあ副キャプテンとかそれこそベテラン選手とか、またはまあなかなか試合に出れない選手とか、うんうんうん、どっちの役職でもないけど試合には出続けてる選手とか、うんうん、いろんなこう多角的な見え方をねしてる選手たちに今の同じようなものをこう説明したときに返ってくるのもまちまちだったりするし、じゃあどこにこう落とすのがいいのかなみたいなのを決めると、やっぱりそう組織に主体性が生まれるよね、うんうん、決められちゃったり押し付けられると、いや岩尾の私物じゃんみたいなことになりかねないけど、全く俺はそんなこと思ってなくて、うんうん、どんなやり方でも、まあ、どんな落とし方でもチームが納得すればそれが真理だから、うんうん、っていう選択肢を作るっていう作業ぐらいしかしてないけどね、俺は、うんうん、いやー深いですね深いですねっていう浅い返しをしてしまった深いなと思う。自分のチームとかと照らし合わせながら考えると本当にそうだなと思いながら、なんかプロだとこうその個人の価値観に戻るのめっちゃ早いじゃないですか、うん、その早い、いい状態だといいねってなるんす、うん、ってなるんですけど、うん、ちょっともう違うな、ちょっとこうやばいなって思ったらもうすぐこうやっぱ自分のなんか居場所に戻るじゃないですか、これ別に悪い意味じゃなくて、うんうんうん、まあもともとそういうこうまあ例えば雇用形態だったりとかそういう、うんまあ、美学みたいなのがあるわけじゃないですか、その、うんうん、このプロフェッショナリズムみたいな、うんそこをなんか、まあ、ちょっと待てよみたいな感じ、ちょ待て待てみたいな感じ、中間地点にまずこう、いてもらう、その待機スペースみたいなところにまず行ってもらわないといけないじゃないですか、そうだね、離れた時って。うん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 、そこのなんかその待機スペース作りが大事だなって今の話聞いてて、あそうそう、それはすごい。なんかもう個人の価値観戻っちゃうと、もうなかなかこう、帰ってこれないじゃないですか。うん、うんもう夏で移籍しちゃおうとか、ああうんうん、なんかもう監督の言うこと聞くのやめようとか、いくらでもこう、うん、あると思うけど、うんうん、なんか判断をこうまず保留させて、うん、と待機室でこうキン君がこうカードを並べて、どれにしますみたいな、うん、ここのなんか環境づくりはなんかこう、本当にクラブ一丸となってやらない、まあ、それこそ例えばこうコーチの役割とか、うんうん、なんかトレーナーの役割とか、なんかフロントの役割とか、そういうのもなんか大事そうだなみたいなのは、うんちょっと思いました、今。待機室の絵が浮かびました、僕は。ほんとそう。今の例えいいと思うよ。ありがとうございます。思いついたなと思いました。待機室がやっぱその個人の巣と遠くなっちゃダメなんだよな、と。もう戻れないところに作っちゃうとダメで、うん、やっぱりそこの距離感はすごい大事。あと、どこまで戻っちゃってるのかをちゃんと把握する。うん、また引き返せる。もう一旦戻ってもらっていいんだけど、自分ち。でも、あの、扉閉めんといてみたいな。確かに。一旦。あと、実家に帰るのはやめてみたいな。何の話やねん。いや、でもそういうこと、そういうこと。そういう感じ、本当に。うんうんうん、まあ、メンタルの状態とかによってね、こう。そう、たまには帰りたくなる。はい、じゃあ、自分がやっぱ愛おしいし、どうしても。ジェンドがチームっていうのは難しい。うん、難しい、難しい。鍵は閉めんなよっていう。そう。イヤホン、インターホン鳴らしたら
出るは出ろよ。ビデオついてるやろ、お前んち、みたいな。俺ってわかるやろ。でも本当に閉じちゃうパターンもありますもんね、もう。あるよ、本当に。ドアどんどんしても出てこないとか。うん、全然ある。ありますもんね。うん。いや、俺が開けても開かないっていうのもあるし、ね。うんうんうん、うん、うん。でも、タケルが開けたら開くんじゃないかなとかさ、うんうんうん、そういうのもめちゃくちゃあるから、うん、これコーチじゃないと開かないし、うんうん、多分選手よりコーチ開けた方がいいと思いますっていう扉もあるし、いや、もうこれはもう監督がバチッとあの開けてくださいっていうのもあるし、うん、だからそれをちゃんとこう、なんていうんだろう。手元に置く、ちゃんと置ける状態は大事だよね。うん、なんか何が起きてるか分かんなくて、俺キャプテンだから、あの全員の家回んなきゃいけないみたいな。いや、それめっちゃあるよな。そういうことじゃないよね、チームは。それはしなきゃいけないなら、まあ、俺はサンタクロースのように全員の家回んなきゃいけないんだけど、うん、うん、それはやっぱり多分あんまり起きないかな。うんうんうん、状況的にやってると。いやー、すごいわかる。そうですよね。まあ、難しい質問なんですけど、なんかその僕も今、30人選手がいて結構多いんですけど、うん、まあ、出れない選手が登録すらできないメンバーとかいるんですよ。まあ、うん、ある特定の大会とかに限って言えば。うんうんうん、って時になんか、やっぱりそういう人たちの振る舞いめちゃくちゃ大事だなって思ってて、うん、で、まあ、うちのチームの場合は結構エンゲージメント高いチームなんで、うん、本当にこう、まあ、内心どういうふうに、まあ、僕とかチームのことを思ってるのかとか分かんないですし、まあ、彼らにいろんな課題があると思うんですけど、でも本当振る舞いがまあ素晴らしくて、うん、そういう人たちのおかげで勝てたなとかすごい思う瞬間があるんですけど、うん、このなんか出てない人とか絡めてない人のなんかこう J リーグのクラブにおいての重要性とか必要性とかってどう思いますか、今の話の派生で。ああ、それはね、もうマストで必要だと思う。うん、直近で言うと、やっぱり、うん、俺らもやっぱり徳島側と湘南側をやっぱ作って練習する時もあるわけですよ。うん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 、って時に、うん、この前のゲーム振り返ったら、再現性めちゃくちゃ高かったなって思う。なるほど、なるほど。湘南役をやってた選手たちの。そう、こう練習へのこう、まあ、取り込む姿勢みたいなのが良かったから、うん、想定通りの、うん、そう、なんか、うん、それはすごい感じたかな、うん、だから、まあ、ちょっとインタビューで言葉にはできなかったけど、うん、彼らへの、まあ、あの感謝は述べるべきだったなっていうのはすごくというか、まあ、少し後悔していて、うん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 、本当にチームが結果残せるときって、まあ、去年もそうだけど、そこの振る舞いとか姿勢とかってやっぱ絶対切っても切れなくて、逆に悪い時も俺知ってるからこそ、良くない時のチームって本当そこがなんて言うんだろうな、うん、怠けてるというか他人事というかっていうパターンの時って本当に結局出てる側のメンバーも結果出せなくて、で結果出せないから多分怠けてる人というか、そういう人にもうチャンスが来るわけよ、結果出てないから、うんうんうん、で、結果出るかっていうと出ないのよ、結局。うん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 、なんかこれは本当、どんな法則があるのかとか、理屈があるのか俺には分かんないけど、これ結構、あの、統計で言うと間違いなさそうな感じがしてる。うん、うんうん。まあ特にセットプレーの練習とか、そう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 。相手チームの、こう、まあやり方でやってもらってみたいな。うん、すごい僕も、難しいなって思いながらいつも練習してます。なんかセットプレーの練習ってそもそも結構ふわっとするじゃないですか。なんかちょっとゲーム性もちょっと高かったりとかして止まってますし、うん、ああいう時のなんか雰囲気の作り方とかすごい難しいなって思うんですけど、本当そうですよね。うん、じゃあそれ俺らはさ、プロとしてそれどうなのって問えるから、うんうんうん、割とこうさっきの控え室に戻しやすい。うん、はい。ところはあるんだけど、それは伊豆の方は逆に難しそうだなって思う。うん、まあそうっすね。ちょっと違うじゃん、そこ。そうっすね。まあ、うん、お金もらってるわけじゃないとか、まあいろいろ、そうそうそう。前提が違いますからね。うん、でもなんか、さっきの理屈で言うと、ちょっと突っ込んで言うと、なんかそれでもやっぱりこう、わかんないです、サブの出てない側のプロの選手のこう目線でいくと、なんかその、
チームがうまくいかなくなってメンバー変えてもらってこうチャンスがある方がいいんじゃないかっていうロジックもまああるじゃないですか、うん、さっき言ったそのチームとしてこういう状態が作れてれば強いっていうのはその、うんまあ、我々側 の, その出てる側とかそのチームの滑る側の人間のこうロジックであって、うん、出てない選手からするとまあそんなことはどうでもよくてこうまあチームをこう負ければいいとは思わないにしてもなんか自分のチャンスが回ってくることだけにこう、うん、フォーカスしたくなるような気持ちもあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、その辺とかはまあ見え隠れするけどそういう瞬間とか感情も全然ある、うん、あるんだろうなっていうのを感じる瞬間もあるけどでもそれまあ人間だからしょうがなくて、うんうん、でも必要以上に監督が決めるじゃん人メンバーってなんかそこになんか自分が入れないことが、うん、監督と絡めて必要以上になんかそこにこう感情を持っていかれると本質的じゃない嫌われてるとか必要とされてないとかとかいやあるよ多分それは人が選んでるから好き嫌いもあれば、うん、もしかしたら必要とされてないって思うこともあれば本当に監督が必要としてないって思ってる可能性もあるけど、うん、あるけどそれは本質じゃなくて一番大事なのは出てるか出てないかっていやまあもうそれはお前出てるからそう言えんだよって多分思う人いると思うけどでも出てない期間も当然俺あったし、うん、その出てない気持ちもわかるしそれはあの週末のね公式戦出たいけど水曜日に練習試合して90分やっていやこれ週末もうなくねみたいなそういうのだって全然あるし俺も経験、うんうん、でもなんかそこにやっぱり執着するより、うん、自分がどうなりたいのかとか自分がもっと上手くなりたいのかどうかとか、うん、ここでキャリアを終えるのか終えないのかとかもうそこに向かって矢印をちゃんと向けてで自分の心に対しての その火の大きさを測らないと、うん、なんか横風で俺なんかメンバー外だからみたいなこのチームでみたいなそういうなんか監督がふってした息になんか自分の火をこう揺らされるけど、揺らされるけど、それ持ってるの自分だから、別に隠せばよくない、別に関係なくないっていう状態を作れる人の方が、うんうん、最後は結局、一番おいしい思いする、うん。全体のそのビジョンの中で、その今日選ばれなかったっていうことの、その重要度みたいなものの、うん、そうがそのあまりにもこう大きくなりす、その外部要因によってあまりにも大きくなりすぎると、そもそもこう自分が設定したのとこうずれてるやんっていう話。そう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 。うん、ってことだいたいそういう瞬間、うん、自分の設定がだいたい忘れてたりとか、うん、設定してなかったりとか、うんうんうん、するパターンの人は結構そっちに持ってかれて、うんうんうんまあ、チームが、まあ、負ければ俺にチャンス来るみたいな、うん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 、でもそれチャンス回ってきてもどうなのっていう、本当に本当に、うん、そう本当にそういうことなのかっていう、うんうん、だからチャンス回ってきても回ってこなくてもなんかどっちみち俺やることやってるしやることやるだけなんでって人の方が回ってきた時にやることも変わらないから別になんかうっしゃってなることもないし、うんうんまあ、めっちゃ不安やなって思うこともないしっていう人の方がなんか強い気はするけどね、うん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 、最後は確かにな。いやあとはこれも僕も、まあ、どっちかというと今は出てる側の人間なんで強者の理屈になっちゃうんですけど、その1週間 の, その試合に備えて練習してるこうスタメン組と、なんかその、うんまあ、仮にそうじゃないこうもう気持ち離れちゃってるベンチ組 の, その練習の強度自体がもう全然違うじゃないですか、うん、セットプレーの練習を取ってみてもこう、うん、今週試合出る自分がこうどういう入り方しようとかどういう点の決め方しようって考えてる人と、なんか相手役やらされてるからでこうぼやってやってる人ってもうその練習の取り組みの強度が違うから、その積み重ねも結構えぐいなって。ああそれはえぐいね。うちはそれないから、うんうん、強度も下がらないし、まあ多少出てる出てないで、うん、やっぱそのスキルの違いというか、うん、はまあ否めないけど、でもできるできないよりやろうとしてるかしてないかっていうところの方が強いじゃん多分、うんうん、そこってそういう意味ではやっぱみんなやろうとしてるし、うん、その中でミスは起きるけど、うんうん、そこにネガティブな雰囲気がないからいいとこかなと思うけどね徳島はね。いやーちょっともう疲れるなこの放送。やがましいわ
誰のゲストが疲れる言うてんの。どうすか、あのチームっていうところからもうちょっと広げてクラブみたいなところで言うと、徳島にとってこの、まあ、昇格して、今残留争いしててみたいな経験って、なんかどんな感じになって、まあ、今後も続いていく徳島の歴史で言うと、重要な1年であることは間違いないと思うんですけど、うん、基本的にはどうですか、あのフロントとか、あの、まあ、事業部の方とももちろん、あの頻繁にやり取りされてると思うんですけど。いや、もうでも全て財産じゃない、本当に余すことなく。やっぱりこういう環境にならないと分からないこともあるし、うん、こういう風になってみて、自分たち間違ってなかったっていう部分も、さらにブラッシュアップすればいいし、うん、やっぱりまだまだこういうところが足りないなっていうところを気づけるし、うん、やっぱり同じサイクル見るとね、なかなか気づけないかったりするけど、一回こういう違うサイクルの中にね、一年間ね、いさせてもらうと、うんうん、やっぱり感じることっていうのは多いと思うしね、うん、俺も多いし、多分会社も多いと思うし、サポーターの皆さんも多いと思うし、じゃあこれがね、あのどれぐらいじゃ続くのかっていうところでも感じ方変わってきたりとか、またそこはそこで変化があると思うから、なんかそういった変化に気づいてまた行動を起こしてっていうのが、まあいつの時もやっぱその成長につながるってそうじゃん、うん、なんか、うん、自分自身もそうだし、気づく人と気づかない人がいて、気づくけど行動に移せない人もいて、気づいてすぐ行動に移せる人もいて、やっぱりその気づいて行動に移せるっていうサイクルにね、うん、常にそういうアンテナ張れてれば、こういういい環境が来た時もね、きっといろいろこう拾い上げて、これでもこれもこれも、いや、もっとやろうもっとやろうっていう状態作れると、うん、もっともっと進んでいくんじゃないかなっていう、そういうアンテナある人多いんじゃないかなと思ってるし、うん、そういう、まあ、実際ね、実際わからないけど、うんうんうん、まあ、そうであってほしいなとは思う、うんうん、まあ、その上で自分もそうしていかなきゃいけないし、そうありたいと思ってるし、うんうん、どうすか、違うのかな、うん、ま、街とかファン、サポーターの方々のなんか感じとか変化ありますか。僕もそういうとこ今やってるんで、実際にこうやっぱチームがこう上に上がっていくと、どんどん、まあ、人数も増えますし、質感も変わってくると思うんですけど、ケ、うんうん、ン君がもう何年目ですか、6年目ですか、6年目、6年目にしてこう1年目加入した時からこう、うん、今に比べて、うんうん、まあ新しくできたラーメン屋もあれば潰れたラーメン屋もあると思うんですけど僕が一番気になるのは、あそこ潰れてないかなとか、そういうあるよ、まあ、街の感じとか、その人の感じとか、その徳島ヴォルティスというチームが徳島でどういう存在になっていってるのかっていうのは、なんか良くもある、どういう変化があるのかなと思って。変化は感じる。うん、確実に。物理的変化も感じるし、物理的っていうのはまあ人が増えるとか、例えばこうプレーの中で拍手が起きる瞬間とか、目に見えて感じられるこうところの変化もあるね。ただその裏側というか、もう少しこう深層心理のところで変化があるかどうかはまだ分かんないのかなっていう気はする、うんうん、どうなんですかね、うん、今 YouTube 見てる人に答えてもらった方が早いんじゃないいやでもなんかこうやっぱ苦しい時もこうなんか共に乗り越えてこそのあるじゃないですか、その、うん、異常にこうやっぱサッカー部の同期と仲いいのとか多分それじゃないですか、こう、うんうんうん、ただこう地元でつるんでる遊び友達よりもなんかこう、うんうん、ありきつかったけど、まあ、乗り越えたなとか乗り越えられなかったなとかっていう経験を通してなんかこう共通理解が深まっていくわけじゃないですか、うん、なんかそういうなんかその経験をできてるのはやっぱりこうもちろん厳しいシーズンではあると思いますし、その、うん、まあ、宿命じゃないですか、やっぱ J2 から上がったクラブが残留できるかどうか、うんうん、みたいなところをこう何年も繰り返して、うんうんうん、まあ、降格するクラブもあれば、J1 常連になるクラブもあればみたいな、でもなんかこの経験はやっぱできるっていうのは本当に素晴らしいことだなっていうふうになんか思いますし、
それは単純にこう人数が増えるとかじゃなくて、なんかこう絆深まっていくんじゃないかなっていうのは、思うところではあります。それはあるね。なんかエンターテインメントとして J1 があって、サッカーが行われていて、見に来た方が勝った負けたをしていて、で、俺らが悔しかったり、嬉しかったりっていう、なんていうの、そういう断片的な何かというよりは、そう、なんていうんだろう、共鳴とか共感とか、そういう要素の方が強いくなってるんじゃないかなっていうのは感じる。だから来た時だって、負けたらもう絶対ブーイングされてたし、とか、勝ったらもう英雄で。何でも OK みたいな。何でも OK みたいな。そう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 。まあ、それはもう過去の話だからね。別に今、ほじくり返してなんかしようとか、そういう話じゃないけど、でも実際、それ現実として俺は感じたし、あったから、でも今そうじゃなくて、当然その厳しいね、あの、ブーイングと、ブーイングというか、まあ、納得いかないっていうのも当然あるし、今も。あるけど、その質は全然違うなっていうのは思う。なんか俺らもいやこの試合したらそうだよなっていう時に、うんうんうん、あの案の定お叱りを受けるみたいな、うんうんうん、この試合どうですか、逆にこれは勝算に値するんじゃないですかっていう、例えば敗戦を したとしても、うん、そこにはなんか拍手があるみたいな、うんうん、これってなんかさっき言った共鳴とか共感じゃないと、うんうん、俺たちとこう選手とそのファーサポーターのこう価値観が、サッカーに対する価値観が会ってこないと、うん、そこの左右は絶対現れるから、そういうのがこう、うん、6年前と比べると、うんうん、ほとんどないから、うんうん、それはなんか素晴らしいことなんじゃないかなと思うし、うん、その変化したいい意味で変化したことの一つなんじゃないかなっていう、うんうんうん、まあ、ちょっとね、今とはいえあの SNS 上ではちょっとあのもちろん。はい。知ってるかな、このニュース。はい。うん、とはいえ、まあ、そういうのも、うんうん、残念ながらあるというところでは、うん、まあ、俺の中では、やっぱり、サッカーっていうのはね、ボール蹴ってゴールに出るだけがサッカーじゃないっていうのは、いろんなところで言わせてもらってるけど、うん、やっぱりスタジアムっていうね、建造物自体も俺はサッカーだと思うし、うんうんうん、行くスタジアムによって違うじゃん、雰囲気とか。はいはいはい、はい、うん。それもサッカーだと思うし、うんうんうん、LED ライトでなんかその配置とかどこをどう照らしてるかだってサッカーだと思うし、スポンサーの看板の多さだってサッカーだと思うし、うん、そこにやっぱりこう人が入って手拍子をする、うん、で人の入り方によって手拍子の盛り上がり方も当然違うし、座ってる人の量でも違うし、まあ極端な話、スタジアムの右半分に座ってる手拍子と左半分にだけ座ってる手拍子でも絶対聞こえ方違うし、それもサッカーだと思うし、うんうんうん、そういうの総じて俺はサッカーって呼びたいし、ピッチの11人だけじゃなくて、そう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 、そのサッカーと呼べる範囲ってものすごく俺は大きく捉えてるから、だからいいチームとかいいクラブって言われるには、うん、やっぱりそういうところも含めたサッカーを徳島ヴォルティスっていうのがどういうふうに世の中にフットボールを通じて、うん、さっき言った広い意味でのサッカーを通じて、うん、ダゾーンを通していろんな人に見せるか、うん、まあ魅力の見って書いて見せるだけど、うんうんうん、見せるかが、うん、サッカーの価値でもあると思う、一つ、うんうんうん、まあ、そういう意味ではちょっと、うん、まあね、このタイミングで言うのもどうかと思うけど、うん、ちょっと両親にね、かける、うん、残念な、うん、ニュースだなっていうのは、うん、まあ、正直感じたよね、うん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 、まあ、実際のところがどうかは分かりませんけどね。まあまあそうだね。うん、真実は分かんないけど。うんうん、まあ、でも世の中にはそういうふうに見られるって、はい、うん。いろんな人が見てるからね、やっぱり。うんうんうん、まあ、それもサッカーだから。ね、本当にそれは。うん、いやでも。まあ、ちょっと暗めに締めそうになっちゃったんで、でもやっぱりその共鳴共感っていうところは、あの確実にいい方の変化を感じてるっていうところはある。うん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 、いやそうっすね。いや、この実を放送するときも本当、岩大事なときに何してんだってなるかなって思いながら僕は思ったんですけど、うんうん、まあなんかそうじゃない、いや、そうじゃないでしょって僕はずっと思ってたんで、うん、
そうじゃないっすよねってなっててよかったです、本当に。俺が？あ、いや、なんか、こう、特殊な。全体が？ああ。いや大丈夫、今、コメント欄大丈夫。あ、大丈夫です。今のところ荒れてないんで。でも、ちょっと前とかだったら考えられなかったかもしれないね。まあ、そうっすね。そうっすね。うん、いや、なんか、はい、いいことだなと、すごい。うん、俺もそう思う。うん、いやまあ、有観客にも、ね、なって、まあ、久しいですけど、そういうのもこう感じられていいですね。うん、無観客だとなかなか、その質感の変化とか感じられないですもんね。いや、感じられないね。有観客はもう本当、財産というか、宝だよね、本当。宝。俺はもう、我々にとっては宝だ、ね。うんうんうん、本当、成り立たないから、うん、それも、経営的にももちろん成り立たないし、うんうんうん、やってる側としてもね。スポーツとしても、やっぱり、共鳴共感って言わせていただいたんですけど、うんうんうん、それもやっぱり生まれないからどうしても、うん、映像越しだけでは、うん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 、そこの波っていうのは、大きな波は起こせないから、やっぱそこに。うんうん、いやそんなこうことを考えながら、また、超具体のその、かかった試合で、どういうプレーするのかとか、はい、ほんとゲロンが多くなって、この往復は本当に。ロックアウトで吐いてるかもしれないね、俺。いや、本当に。そうなりますよね。いや、でも、しびれるよ。うんうん、なかなかできないよね、うん、こういうのもね。まあ、しない方がいいんだけど、うん、するならするでね、やっぱいいものにしたいじゃん。うんうんうん、いやでも、また最初にこう J1 昇格して、2012年でしたっけ、の時にこう1回目昇格して、降格した時にも得たものも大きかったと思いますし、うん、でまた違ったこう学びがありそうだなっていう風に感じました。今戦ってるこの残留争いとかを通しての、うん、クラブにとっても、うん、選手にとっても間違いないですね。疲れました、今日の放送は。ガチで疲れてんじゃん。いや、ガチで疲れました、本当に。ちょっと頭使ったな。でもどこまで聞いていいのかなっていうのまあありますし、うん、いや、それこっちもあるよ。どこまで喋っていいんだ。側の方がまあ、確かに。俺側の方があるでしょ。確かに。うん、いや、でもすごいな。本当に。3チームね、降格したじゃないですか。湘南の日ですかね、うん、あれ。湘南の日、うんうん、あのニュースを見たときに、本当ちょっと痺れました。うんうん、まあ、今年ちょっとね、4チーム降格ですごい厳しいレギュレーションですけど。うん、同日にこう3チーム降格ってなかなか戦争じゃないな感じがして、そこにこう徳島がいないみたいなのは本当に誇らしかったですし、うん、すごい世界だなっていうふうに改めて感じましたよ。感じましたよ。いやー、本当にすごい、すごいっすよ。まあ、だからあと一つね、なんとか。まあ、俺らはね、他力だから、どうしても。うん、自力であり、他力だから。うんうんうん。うん、そうっすね。まあ、いい準備する、して、自分たちのサッカーをするっていう以外にね、うん、もう、やれることないわけだから、うん、うん。やれることをね、しっかりやると。うん。以上。いやちょっともう、いいかな。井筒が疲れたってことはいい回だったってことやな。いや、そうっすね。僕もちょっとエネルギー使いました。うん、よし。よしよし。すごい、すごい、でも本当にいい話を聞かせてもらいました。いや、僕もなんか、去年かな、なんか、ケン君と、なんかで2人で話した後か前かに、前かな、後かな、なんか、結構話し込んだ日あったじゃないですか、ズームで。うん。その時になんか僕多分、去年のシーズン終わって、うちのチームが終わって、その、昇格もできなくて、うん、残念でしたみたいな感じで終わった時に、ケン君に多分、まあ相談というか、うん、キャプテン辛いっすよね、みたいな話をした記憶があるんですよ。したじゃないですか、あの時結構。で、僕はなんかその、多分、なんか自分もやっぱり成長したい、人として成長したい気持ちはあるけど、キャプテンならやっぱりこう、うん、なんていうんですかね、こう偉そうに言うわけじゃないんですけど、こう、
他人をこうどう成長させるかとか、どうこうなんか幸せになるかとか、そっちになるから、なんかこうちょっと物足りないんすよとか、なんか辛いんすよみたいな話をして、言ってた、岩尾とこうなんかそれこそ共感、岩尾に共感してもらおうと思ったんですけど、結構なんか一周されて岩尾に、結構そういうもんだよみたいなこと言われて、ちょっとイラッとしながらも、なんかこう、ああ、そうだなって思いながら、悔い改めた記憶がすごいあって、でなんか具体的になんかどんなこと言われたのかっていうのはあんま覚えてないんですけど、なんかその、キャプテンとしてのこうスタンスを結構問い直された感があって、いや、俺覚えてる。これは一本取られたなと思って。お前はそれでいいけど、お前を見てる側はそれじゃ納得いかないんだよみたいな話だった。見られ方が違うから、自分の価値観どうこうより、自分の意図とかより、人は自分を見る目が変わるわけだから、それはなんか自分のエゴだけでは通せないよっていうキャプテンなら。2回目言わなくていいんですよ。そう、それですごい、今年、まあ、無事リーグも優勝して、地域チャンピオンズリーグも優勝することできたんですけど、おめでとうございます。もちろん、ありがとうございます。そんな完璧なチームが作れたとか、完璧なキャプテンになるとか、全く思ってないんですけど、ない、そうだろう、はい。でもなんかこう、今年はすごい手応えあったんで、途中から。やっぱりなんかこう、何かを変えたわけじゃないんですけど、はい、やっぱり、先輩から、先輩のアドバイスが大事だなって、本当に、ごく稀にしか思わないんですけど、すごく感じてます。いや、ありがとうございます。そう言っていただいて。はい、活字しか信用しないお前が、俺の言葉を信用したという。はい、所詮本には勝てんやろって思って。本ほどまとまってるもんないやろとかって思うんですけど、なんか、本当それも思って、なんかその、なんか、本至上主義みたいなところあるんで、そういうあれだったんですけど、そのケン君と話して、なんかその、やっぱ人と話すとそのタイムリーにこう、なんていうんですか、僕にこう完璧にアジャストされたこう、まあ、完璧にアジャストされたわけじゃないですけど、僕、その時の井筒に対してのこう、言葉が来るわけじゃないですか。これも大事やなって、当たり前なんですけど、すごい思って、そうなんですよ。っていうのを、ちょっと一応こう、井筒岩尾仲良しエピソードも、こうやっぱ好きな人いるんで、そうだね。一個掘り込んどこうかなと思って。ありがとうございます。こんな話ばっかりだもんね。いつもね、シーズンオフとかもね。そうっすね。いや、シーズンオフ、前、ひろきさんと放送したとき、まあ、シーズンオフじゃ全然ないんですけど、なんか、一旦こう、J1 昇格っていうのが、岩田、決定してる状態で、まあ、ある程度こう、マウント取って話せるのは、すごいいいみたいな話をしてたんですけど、サッカーってなんかこう、ゴールないですし、なんかこう、完璧な正解もないから、あんまりこう、なんていうんですか、明確に、いや、こうなんですって言えないじゃないですか。言えないね。なんか、まあ、こういうのもある。可能性がある。俺はこういうの選んでるんだみたいな言い方できないんですけど、なんかシーズン終わると、なんかこう、結局ああだったわとか、まあ確かに。はい、なんかオフレコの話も、まあ、その、ここで話せることも、ちょっと変わってくるじゃないですか。そういうのの方がやっぱこう、具体的で生々しくて、面白いですよね。やっぱりシーズンオフの盛り上がり半端じゃないですよね、我々。ぜひコンテンツ化したいぐらい。いや、ほんと、あれが一番面白いんですよね、やっぱり。なんか、いろいろ言ったけど、結局、ああだわ、みたいなのが、こう、やっとこう、分かる瞬間が、12月だけそうじゃないですか。ね、また1月始まると、また別の実験が始まって。そうだね、そうだね。だいたい12月末、サッカーって、不景なんで終わるから。ちょっとこう、その一端を見た感じがして、多分こうだよね、みたいな。確かに、あるある。楽しみだな、今年の年末も。次走の放送、12月何日までにするのかっていう議論もまだ終わってないんですけど、ちょっと忘年会もできればいい形でみんなができると、最高なので。そうだね。まあ、そのためにもね、いい形で終えたいですね。あと1試合よね。いやさすがに、結果気にしてますんで頑張ってください。
感じております。手汗かきながら応援してくれ。見ながら。この日僕練習時間ちょっとかぶってるんですけど、あ、そうなんだ。終了間際は多分ちょっと車かなんかで映像を見ながら。ぜひ。はい。ということで、本日は、まあ、サポーターの皆さんも含めてこう大佳境の中ですけど、今の思いとか考えてることを聞けて僕もすごく刺激をいただいたので僕も頑張りたいと思います。頑張りましょう。クリアソンもね、皆さんも大事な時期だから、ありがとうございます。頑張ります。クリアソンも徳島に変わる皆さんも本当に、うん、本当一丸となって僕も含めて頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。ということで本日は、まあ、サポーターの皆さんも含めてこう大、はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。